第30代横綱3代目西の海梶郎本名は松山伊勢助1890年明治23年11月2日鹿児島県霧島市早都町新行生まれ身長1 8 5センチ体重1 2 4キロ伊豆津部屋所属若い時の源氏山は地方巡業先では 退職官のため宿屋中瀬の異名を持ち恐れられていた得意技は突っ張り喉は押しもろ差し左四つ寄りすくい投げ出し投げはたきで幕内通算成績は30場所134勝60敗に分けに預かり116休み勝率6割9分1厘 横綱通算成績は十五場所四十九勝十九敗一1預かり十五休み勝率七割二分一厘幕内最高優勝は九百二十三年大正十二年一月場所一回怪力でもろ差しになると強く出し投げ救い投げ喉上攻めを得意としたが昇進で立ち合いがあまりうまくないために 仕切りが長いことで有名だった。仕切りの長さは、その時を見計らって、多くの観客がトイレへ立つほどで、小便相撲と陰口を叩かれたこともある。ラジオ放送開始で仕切り制限時間が新設された時には、制限時間10分のところ、約13分半、立てなかったということから、注意を受けた。砂の締め方が、現在の、 流、うん、型や白縫い型とは違い江戸時代の横綱に見られる片輪結び背後から見て左に輪が一つ右に綱の両端を向けるものだった性格はおとなしく温厚であった子供の時から合力で鳴り響いたため二代目西の海ジロ郎に見出され上京し 鹿児島県出身力士が多く所属する伊豆津部屋に入門した。1910年、明治43年1月場所で、源氏山大五郎と名乗って初土俵を踏むと、順調に昇進した。同期に、囲碁横綱となる大錦・常の花がいたため、当たり場所であった。源氏山は、出世が早く。 1912年1月にジョニダンで全勝すると快進撃が始まり、6月場所途中まで20連勝を記録した、この頃には、有望力士として、周囲の注目を集めた。1916年、大正5年1月場所に新入幕を果たすと、9勝1敗の好成績で、優勝同点の成績を挙げた。当時は、 同点の場合は番付上位者が優勝する規定のため優勝こそならなかったがその優勝者も師匠の二代西の海であり場所後に横綱昇進をした師匠に花を添える形となった1918年大正7年5月場所で関脇に昇進する最初は出羽の海辺や方に所属して 優勝騎手も4回務めていたが上に横綱・大西雄一郎や横綱・栃木山守屋が存在していたのでバランスを取るために1922年大正11年1月場所で大関昇進と同時に連合側へ回されたその後三河島事件の隕石で横綱・大西紀が土俵を去って横綱が 栃木山だけとなり興業上の観点から再度東西に横綱一人ずつを並び立てたいという事情が発生した源氏山の昇進前の成績は1922年大正11年1月場所が7勝3敗同年5月場所は腰椎座賞によって全休1923年大正12年1月場所は 千秋楽に栃木山と引き分け8勝1敗1分けで同点優勝だった吉田司も幕内最高優勝がないことで源氏山の横綱免許申請を聞いた際にはあまりにも時期尚早と断固拒否したが最後は東京大相撲協会の説得に源氏山の将来を期待して承認された横綱昇進後 一場所のみ源氏山を名乗ったが、翌場所から三代目、西の海梶郎の名を継ぐという、珍しい解明をしている。1925年、大正14年5月場所限りで、栃木山が引退した場所では、出羽の海方の総崩れが起き、9勝2敗で、初優勝を果たして、横綱の面目を保った。同年開催された、 東西合併連盟大相撲で栃木山の横綱土俵入りに突き従って引き上げる途中心臓発作を起こして倒れ後遺症が最後まで残り活躍した場所が少なかった横綱在位15場所で解禁は優勝1回を含めてわずか3場所だった1928年昭和3年1月場所で 王の里マンスケとの対戦で負傷翌日から休場して日立岩栄太郎に不戦勝を与えたところ日立岩と三杉磯善七が優勝同点になり上位の日立岩が優勝を決めたことで騒動に発展した引退後は年寄り朝霞山を襲名し伊豆津部屋から独立して朝霞山部屋を旗揚げした 引退から5年弱1993年昭和8年7月28日亡くなりました42歳でした朝香山の死後部屋は伊豆津部屋と九州合併弟子たちは伊豆津部屋へ移籍した年寄り時代は短かったとはいえ無口で争い事を好まない性格のためか出世することなく最後まで平年寄りのままであり 元横綱としては、あまりにも寂しい最後だった。妻の高は、1945年、昭和20年、3月10日の東京大空襲で亡くなり、残された息子が、後に小料理店、朝香を経営した。子供に対しては、自分のことは自分でしろ、という方針で、厳しくしつけをしており、 力士としては珍しいと評判になったと伝わる